銀座クロッシングトークは一人一人の安心と夢を支えるソニーフィナンシャルグループの提供でお送りします。金融アナリストの小川真紀が時代を切り開くリーダーを迎え、多彩な視点で議論を深める銀座クロッシングトーク。今回はアメリカコロンビア大学教授で経済学者伊藤隆俊さんの後編。専門は国際金融論、マクロ経済学など、政府の審議会や有識者会議の委員を数多く務め、日本の公共政策に大きな影響力を持っています。ウクライナ戦争に端を発したエネルギー・食料品価格の高騰、それによって加速した世界的インフレと各国の相次ぐ利上げによる景気後退懸念など、世界は今数多くの不安要素を抱えています。果たして2023年、世界経済はどうなるのか。経済界の知の巨人とクロッシングトーク。後編の冒頭にはですね、いつもあのゲストの方にこだわりの一品というのをお持ちいただいてるんですけれども、今日はあの何をお持ちいただきましたでしょうか。これはですね、北海道拓殖銀行の株券です。おー、すごい。北海道拓殖銀行って1997年にあの破綻した銀行ですね、はい、ここにあの発行した時に購入した人の名前が入っているんですが、裏にそれからこう転売されていったあの名前ずっと入っていて、それで最後に私の名前があって、そこで終わっているという、いわゆる97年98年の日本の金融危機、日本の銀行危機、当時のことを振り返るときは必ず山一証券 の、 その社長さんがこう頭を下げている映像が出てくるので、実はでも宅銀が潰れたっていうのは北海道経済にとってはものすごく大きな出来事 で、 でしかも買い手を見つけるんじゃなくて生産っていうことになったということが、非常に日本 の、 その金融危機の歴史の中で大きな出来事だったんですね。っていうのはもうちょっときちんとあの世間にですね知ってもらいたいって、まあ、一応北海道出身のものとです、経済学者としてはですねそういった思い入れもあると。これはあの破綻してあの整理ポストに入ってしばらく取引が続くわけですよね、はい、その時は1円で購入して、1円で株券の名義書き換えに1万円ぐらいかかって、そうなんですね。それであの額に入れたっていう。伊藤先生はあの北海道に当時いらしたんですか、破綻した時っていうのは。いや、もう海外に出られてる。その時はもう IMF 勤務を終えて帰ってきた頃ですね、うん、やっぱり衝撃的な。衝撃ですよ、それは。まあ、あの IMF の調査局にいた時に、はい、日本の金融市場も見てたんですけれども、もうちょっと強く警告しておけばよかったかなって、 IMF でっていうちょっとあの後悔もあるんですけどね。本当に貴重なお品をお持ちいただきありがとうございます、はいはい、世界的なインフレや先進国の景気後退懸念、ウクライナ戦争、台湾問題など、いくつものリスクを抱えたまま2023年がスタートしました。まずあの年初ということで、はい、2023年の世界経済についてはこうどのようにご覧になってますか。あまり明るくないかもしれないですね。明るくないかもしれない。そうですね。アメリカがそのひょっとしてインフレ率がまだ上がり続けると金利がどんどん上がっていって、そうするとやっぱり経済は停滞する、不況に入るというリスクもかなりあるんですので、ヨーロッパではもっとあの深刻で、要するにエネルギー危機がアメリカよりももうちょっと深刻なんで、スタグフレーションになる可能性というのは高いと。中国経済、これも明るくなくてですね、不動産の、まあ、バブルが、はい、あの崩壊していよいよおかしくなってきてるんじゃないかということと、はい、やっぱりコロナからの緩和政策が本当にうまくいくかどうかっていうのはまだ分かんないですよね。そういう意味でその中国経済っていうのは不安定要素があるということだと思います、うん、だからそういう意味で明るくない。アメリカの中央銀行にあたる FRB は去年12月、政策金利の利上げ幅を 0.75% から 0.5% に縮小。利上げのペースを緩める一方、
根強いインフレへの警戒から今年後半の利下げには否定的な考えを示しました。金融政策の話でいきますと、そのパウエル議長が昨年結構おっしゃってたのは、その景気を犠牲にしてもですね、そのインフレを抑えるっていうことで景気後退もやむなしみたいな感じで政策やってらっしゃるのかなというようなイメージがあったんですけど、で逆に今度ソフトランディングっていう風になってくると、先々に結局またもう一回利上げしなきゃいけないみたいな、そういう話になるリスクってないのかなとかっていうちょっと不安がありますよね。その通りで、だからやっぱりパウエル議長あるいはフェデラルリザーブとしてはインフレを抑えるのは絶対第一目標なので、はい、その過程で、多少不況になるのはリセッションになるのは仕方がないと思っている、いやその思っているメッセージをとにかく出すと、はい、で利上げがもうすぐ止まるんじゃないかと思って、はい、みんな安心して期待しちゃうんですよね。期待しちゃうと市場はすぐにそう、はい、それを戒めるという意味もあると思いますね、はい、まあ、実際にそのインフレをしっかり抑えるとなると、大体その何パーセントぐらいまで利上げした方が、まあ、だからそれはやっぱり優等生的な答えをするとデータディペンデントだから、はい、まあだから 5% から 6% の間っていうのが普通の考え方じゃないですかね、うん、で本当にそのインフレ率がいつ収まってくれるのかっていう、そこにもう一重にかかっているということだと思います、うん、ただ今年はどこかでまあ一応はそのこう利上げを終了する、はいはい、まあ、その利下げっていうのはちょっとまあ早すぎるような気はするんですけれども、うん、早々とまあ為替も織り込みつつあるというか、うんうん、ちょっともうドル円相場もピークを迎えたかのような形にはなってますけれども、うん、先生は今年の為替相場ちなみにどのようにご覧になりますか。またこれもデータディペンデントでそう、これはまあ日米の金利差が大きな決定要因だとすると、はい、日本が本当にあれですよね、出口に向かって一歩が踏み出せるのかっていうのは結構大きなところだと思いますね。そのためには賃上げが起きるのかということで、ディマンドプルの 2% が達成できるかということが一番大きなところなんで、まあ、ひょっとすると今年はアメリカの金融政策よりも日本の金融政策の方が為替レートに大きく効く可能性があるんじゃないかというふうに思っています、うん、インフレに苦しむのはアメリカだけではありません。ヨーロッパではウクライナ紛争によるエネルギー価格の上昇を中心として起こったインフレ、いわゆるコストプッシュインフレに対応しようと ECB 欧州中央銀行が利上げを続けています。 ECB も一生懸命利上げはしてるんですけれども、処方箋としては利上げしかないという感じなんでしょうか。そのコストプッシュインフレであっても、まあだからコストプッシュでプッシュが終わって下がるんであれば何も慌てて金利を上げる必要はないんですね、うん、はい、でまさにそれは日本で起きていることで、はい、日本は日銀が昨年の時点で、今年はインフレ率は下がりますと 2% 以下になりますと、はい、いうふうに予測をして、うん、なので金利を上げる必要はありませんと、うん、ヨーロッパの場合にはやはりそのコストプッシュの高いインフレ率がアメリカのようにその賃金に跳ね返って、はい、でそれで全般的なインフレ期待も上昇して、それでこう賃金価格のスパイラルが起きるというのを防ぐために早めにそのコストプッシュであろうとも抑えるということが重要だというふうに考えているんだと思いますね。なるほどなるほど、まあ、実際に賃上げ欲が起きてで期待インフレ率も上がってきてっていう形になっちゃうと、うん、本当にそのインフレが抑えるのが難しくなってしまうので、うん、利上げは早めにやって抑えると、うん、ええ、この後世界経済のブロック化、そして中国経済の行方は、クロッシングトーク。ソニーグループで金融事業を担うソニーフィナンシャルグループは、金融のプロフェッショナルとして培ってきた人に寄り添う力とテクノロジーの力を掛け合わせて、一人一人の安心と夢を支えていきます。心豊かに暮らせる社会を目指して、ソニーフィナンシャルグループ。経済学者の伊藤孝俊さんとお送りしている銀座クロッシングトーク。
米中対立の激化に加え、ロシアのウクライナ侵攻により世界経済の分断、デカップリングが進んでいます。この動きは今後さらに加速するのでしょうか。最近よく経済のね、まあ、デカップリングといいますか、そのブロック化みたいな、まあ、ロシア中国のグループと他のグループとみたいな、そういうブロック化っていうのは結構これから進んでいくんですか。私は進んでいくと思いますね。ただいわゆる西側民主主義陣営、日本も入ってますけども、はい、対そのロシア中国の権威主義っていう2つのグループじゃなくて3つ目のグループがあるわけですよ。で中立というか、どちらとも貿易をしたい、はい、でいい関係を維持したいと、はい、でロシアの原油も買うというようなグループがあって、これがどう動くかっていうことによって結構その世界経済 の行方っていうのは違ってくると思うんですよ。日本も企業とかは結構厳しい、難しいと思うんですよね。その、うん、アメリカとも中国ともビジネスをしている企業は多いわけなので、うん、両方、まあ、大事だと思っている企業は結構いるとは思うんですけれども、うん、それに対する備えみたいなことをやっぱりしていかなきゃいけないんですかね。今のままいくとどんどんディカップリングが進んでいって、はい、そのうちに踏み絵を踏まざるを得ない状況が起きるんじゃないかと思いますね。だからその辺は覚悟を決めておいて、いつでも撤退できるようにするとか、あるいは別のところにプラスワンの工場を作っておくとかいうことは非常に重要だというふうに思いますね。いつ本当に決定的なディカップリングになるかというのは分かんないですよ。なかなか怖い話ですけれども、第三勢力をもうできるだけ西側につけるんだという話ありますけど、そこで何かできることっていうのは日本はあるんでしょうかね。例えばインド、はい、インドは国連決議でも棄権したりですね、はい、あるいはそのロシアの原油の購入量を増やしたりしているけども、はい、一応民主主義の国陣営に入ってるはずなんですよ、はい、じゃあなんでああいう中立的な立場を取るんだっていうところがよくわからないんですけど、日本ができることっていうのは技術供与の面であるとか、そういったことに限られますけれども、それはヨーロッパアメリカと一緒になってもうちょっとインドに働きかけていくというのが重要かもしれないですね。ドイツなんかもそのこうエネルギーで苦しいっていうところがあるかもしれないですけど、うん、はい、ショルツさんとかね、中国の方にちょっとこう周波を送ってるというか、まあ、ヨーロッパが一丸ではないと、うん、いうことはだんだん明らかになってきて、はい、まあ、ドイツとフランスで微妙にこう立場が違うとかですね、まあ、イギリスはもうブレグジットしちゃったんで、はい、また随分違った方向に向いてますし、はい、コロナの中で政府債務がどんどん膨らんできて、はい、欧州債務危機の再現のようなことが起きないとも限らない。でイタリア、スペインの国債とドイツの国債の利回りが違うみたいなことが起きつつあるので、はい、まあ、心配なターンというのはたくさんあるんですけども、うん、それでもやはりその欧州の EU として、あるいはユーロ圏としての一体性っていうのが重要だっていうのはやっぱ根底にはあるので、なんとかそこは収めてほしいですね。中国では去年10月の共産党大会で事実上の習近平独裁体制が敷かれた一方、ゼロコロナ政策に反発する大規模なデモが起き、大きく軌道修正して感染対策の緩和に舵を切りました。今後中国っていうのは習政権も含めてですけれども、どのようにご覧になってますか。まあ、台湾に武力侵攻するということを否定しないということがやっぱり日本としては一番大きな不安材料だと思うんですね。で、あとは中国がいろいろな国にその資金協力をして、実は貸し付けなんですけれども、はい、貸し付けをしてそれで債務付けにしてしまうということも、うん、ジオポリティクスの中では非常に難しい問題なので、はい、そういう意味では非常に西側諸国にとっては頭の痛い問題が多いというふうに思います。だんだんコロナのね、規制も緩和していくっていうような方向もちょっと、ね、市場では少し期待されているようなところもあるようですけど、うん、そんな簡単じゃないんですかね、やはり。
まあだから緩和はいいんだけれども、まあ、日本でも同じようなステップをこう踏んできたわけですけれども、はい、日本の場合にはやっぱりワクチン接種の率が上がった、でそれが効果を持っているという重症化を防いでいるということが、まあ、安心材料になって少しずつ緩和してきた。中国はそれができるかっていうと、まあ、ワクチンもちょっと心配だし、うん、はい、でその医療体制もちょっと心配だし、そういう意味では緩和したけどまたこう波が来たらまたきつくして規制してに戻ってしまう可能性っていうのはあるんじゃないですかね。そういう状況が少しこう繰り返されるような感じになるんですかね。そうですね、うん、じゃあまあすぐに景気がすごく良くなるっていうのはちょっと絵は描きにくいという感じですね、うん、はいはい、なかなか巧妙が見出せない今年の世界経済。その中で私たち一人一人が心がけたいこと。最後にですね、番組をご覧になってる日本のビジネスパーソンに向けて、はいはい、日本が安い国から脱するためのアドバイスぜひいただければと思います。はい、賃上げを要求しよう賃上げを要求するべきだと、はい、やっぱりその日本の、まあ、大企業の中だと、はい、もう全部人事部が評価してくれている、はい、見ていてくれるんだから黙って働きゃいいっていう、そういう考え方が多いと思うんですよね、はい、でアメリカ、まあ、ヨーロッパの多分それに近いと思うんですけれども、やっぱり自分がこうアピールをして次にこう行きたい部署に引っ張ってもらうというような交渉の仕方をしているわけですよ、うん、だからそういう意味でその自分の価値っていうのを常に意識して、それでその価値をいかにして高めて高く自分を、自分のサービスを買ってもらうかという考え方なので、うん、日本もやっぱりちょっとそっちそういう考え方に移っていかないと、うん、モビリティも高まらないですし、うん、賃金も上がらないと、うん、いうことなんじゃないかと思ってます、うん、制度も変えてくるべきかもしれないけど、その従業員の方もしっかり考えていかなきゃいけないって、うん、分かりました、はい、良い年になるといいなと良い年にしたいですね、はい、思います。ありがとうございました、はい、世界経済のですね情勢というのは2023年に関して言うと全体的にやはりその、まあ、暗い予想ではあるんですけれども、世界がブロック化していく中で日本がその日本としてこうできることはもうちょっとあるかもしれない、外交面とかもそうかもしれないですし、あと企業としてもそれにブロック化に備えていく必要があるということはなるほどというふうに思ったのと、これからを担うですね若い人たちの所得を増やさなきゃいけないっていうことを明確におっしゃっていて、そうすれば日本はその安い国から脱却できるということは本当にこういろいろな示唆に富んでいる言葉だと思うんですけれども、ものすごく勉強になりました、はい、次回全日本空輸社長井上慎一さんが取り組む大企業の改革とは。